皆さんこんにちは、阿部の生命です。今ね、県道27号線に入りました。今日はね、普田町っていうところに、まあ去年の11月頃かな、あのスーパーの、まあ、鶴屋さんっていうのができたらしいんですよ。まあもともとは長野県のスーパーなんだけど、まあ、初めて、群馬県に出店したっていうことで、その鶴屋スーパーにね、まあ、ちょっと、まあ、行ってみようかなと。でもなかなか遠くて普段は来れないと思うんですけど、まあ話の種にどんなスーパーかなみたいな。島の町北、ああ通行止めですね。桐生は鹿が、高崎インター、関越道。的なものになってるから、まあ、広い敷地だと思いますよね。車線がどうなんだろう。26日まで。渡ると前橋市です。ちょうどここら辺で利根川が、まあ、高崎と前橋の境界になってるんだね。あ、普田町ですね、ここがね。どこだろう。普田町は普田町でも。
これじゃないかな。あー、わかりますかね。まあ、グリーンの線が入ってる、まあ、茶色いスーパーみたいな、まあ、きっとそれですよね。あれ、なんだろうこれ。こんなに密集してる鳥平さん。前橋南ショッピングパーク鶴屋、ここでしたね。まあ普段はね、まあ、同じようなスーパーしか行ってないから、これは、なんか、期待ができるっていうか、変な感じだけど。安いのか高いのか。普段目にしたことのないような商品があるのかないのか。ちょっと待ってくださいね。すいませんね。釣り屋さんのね、駐車場出ますよ。いやー。まあ、全然雰囲気が違うんですね。これは、大丈夫なのかな？こっちから行って。まあ、出口がそこにあるんで。大丈夫でしょうか。これは、左折しか行けません。すごかった。ですね。まあ土曜日っていうこともあってそうなんだと思いますけど、あまり長いはしたくないかなみたいな。まあ遠くに見えるのはね、まあ、ロックの、まあ、焼却場、それに向こう側は、まあ、群馬県庁。通り町、でもまだまだ風が冷たいね。店長、広いんだね、区電商ってね。
ほうほう。